岸田の適材適所、ドリル優子選挙対策委員長、地元、前橋市長選の敗北に、知らんぷり、に対する世間の反応。選挙対策委員長の地元で大敗、これが岸田の適材適所。群馬県は福田、中曽根、小渕と自民が強い。それを覆す岸田とドリルはすごい。選挙対策委員長で自分の地元の選挙にノーコメントはないだろう。岸田とドリルが自民候補の悪影響になったのは間違いない。ドリルで犯罪の証拠隠滅するやつに選挙応援されるのは迷惑でしかないのでは。